なんやかんやしとったかなと思いますけど、ありがとうございます。おはようございます。2回目ポンポンポン。あ、ゴロゴロしてた。私もねゴロゴロして、あ、もう時間やってなっとった。うん、着替えてちょっとねメイクしなきゃいけないなと思いながら配信を始めてみました。メイク配信って何気にしたことないんだよね。なんか今すっぴんを晒してるのもさ、あんまりあれやわ、ちょっとドキドキしちゃう恥ずかしくなっちゃう。我に返ると、朝ごはん食べた、なんか蒸し野菜食べた。すごいすっぴん。この無理、早く早くメイクしよう。メイクの時間はね、ちゃんとやったら40分、嘘、50分、40分50分かかっちゃう。でももうちゃんとしないから、ちゃんとやる時がもはや最近全然ないんやけどね。ゴリゴリしてゴリゴリして、なんかね顔が黒くてね、そう手は白いんですけど、早メイクだったら20分ぐらいかな。俺そんな早く終わることないかも。メイクね結構時間かかるタイプの人間なんですよね。うん、そう、こんなわけで顔の色が暗いのでちゃんと下地を塗って、私ベースとかもつだつなんだけど、この時間違いなんだろう。なんかでも何を早くしたら早くなるのかというと、目元のメイクとかを適当にマスカラしないとか、こんな感じ。もうメイクはね時間がかかるのね、どの世代の人でも。そう、なんか普通にすっぴんやったらさ、すっぴんやったらっていうか別にメイクしてもあんまね大人っぽく、そんな大人っぽくないんですよね。鏡見ずにはな、それに無理やな。本当はね配信外でメイクしたいんだけど、もう眠すぎてメイクできんやんかった。んでもう配信だけの時とか超絶手抜きやからさ、もう、まあ、めっちゃ白くなっちゃった。あ、めっちゃ白くなっちゃった。ベビーパウダーで済ませています。赤ちゃんなのでめっちゃ白くなっちゃった。トン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 、白くなっちゃった。前見ろ、めっちゃ前見ろ。早く、あ、できた。鏡とピンが一番可愛い。もらい物、これで赤ちゃんになります。なんかピンクメイクとか最近ね全然しなくなっちゃった。それでもうクマがやばいので、マイメロクマがね、クマがやばいの、本当に困ってる、いつも困ってる。
消しても消してもさ、クマやばくてさ、どうしたらいいのかな。うん、それはもう宿命なんやもしれんけど、いつもなんか昔こんなひどくなかったんだけどさ、ここ最近、ここ1年ぐらいでいつの間にかクマがやばい人になってた。ザセムは神。なんでなんやろうな。そんなストレス感じてないんだけどね。全然。おっちゃらけって生きてるから。このね、なんやろ、ベース下地だけ。顔だけ終わった状態が世界で一番ブサイクなの。ちょっと先にチークしとこう。確かにね、いろいろめっちゃ隠してる。ありがとう、みんなカウントとかしてくれて。こんな準備中やけど、チークしたらね、もう全部なんとかなる。チーク大事。もう私マジでプチプラの人間やからさ、キャンメイクの練りチーク、たまに顔色悪いからさ、なんかこれでなんか大元は OK。30分までにしました。あ、そうや、言い忘れてた。ちょっと時間変更して10時半までに。かねちゃん、キャンメイクは髪、眉毛描かなきゃ。いつもね、眉毛を先に描きたいんですけど、そう、もうね、本当はデパコスとかの人間になりたいんだけど、いろんなとこなんか服欲しいとか思ったらマジでお金足りんよね。生きるのにめっちゃお金必要。眉毛って本当に大事。あ、カウントとかありがとう。インドネシア、今日お話し会の人のためにも、今日配信を見てくれる人のためにも頑張ってメイクしちゃうぞ。なんか眉毛わかんない、なんか眉毛凛々しくなっちゃった。眉毛ってマジでさ、毎日なんか日替わりになるからさ、正解がわからんわ。なんか今日顔ちゃうなって思ったら大体眉毛のせい。まあでもざっくりでいいや、後から直そう。シェーディングして影を入れて、そうだよね。前髪もさ、日によって本当にうまくいかなかったりするから、なんかドンキで買ったやつ。眉毛は細長が好きです。細長、あんま普段ね、わからんないけど、あ、これ眉毛一回わからんくなったらもうマジで事故るやつやから、今日はここで終わろう。で、眉毛にもマスカラをしましょう。イベント10日間あるからね、メイク配信も何回もすることないかもしれん。眉マスカラってネーミング最初に聞いた時さ、全然意味わかんなかった。
眉毛にマスカラすんのと思ったけど、これがマジで大事。もうめんどくさいんだけどさ、命の眉マスカラです。眉毛整えなきゃ。本当に変わる。なんかさ、やっぱめんどくさいしさ、あんま分からんからいいかなと思ってさ、なんか省いたとこ省くけど、たまにやっぱするとしないじゃん、全然違う。うん、前髪両方止めるのちょっと嫌いけど、眉毛のために眉毛のために。ああ、あれ、半顔メイク、半顔メイクやってみたいね。あれ本当に本当にすごいよね。あれ本当に全然違うからさ、恥ずかしくなっちゃうんだけど。はい、眉毛のためにパブパブカポンだよ。よーし、じゃあアイメイクしよう。今日は服がピンクだからピンクにします。大好きこれ、エチュードハウスとかも大好き。ピンクなのでピンクのお願いします。ピンクってね、苦手なんだよね。ちゃんとこれを使ってやっていこう。あんまね、アイシャドウとかもこだわりないんだけど、おでこ全開、おでこさ、広いのか狭いのかよくわかんないおでこしてるんだよね。前髪命。さーて、どっから行こうかな。まずはお目目に白いキラキラ。なんか配信とかの時ってさ、キラキラ結構多めにしといた方がなんか綺麗に見える気がして、最近っていうかもうずっとやけど、メイクはキラキラメイクが好きですね。みんな星投げてくれて本当にありがとうやで。そうだよね、画面越しになるとメイク薄く見えるからさ。でもなんかあんま濃くしすぎて、配信に合わせてメイクしてる時とかさ、なんか家族に顔見られた時メイクこうみたいな言われるから、どうしようかな。今日はじゃあピンクにしよう、ピンクにしようってさっき言ったんやけど、みんなも今度キラキラメイクしてみて。難しいんよな、ピンクってなんか目腫れてる人みたいになっちゃう時あるから、ちょっと怖いんだけど。私めっちゃさ、なんか色が乗りづらい人っていうのなんだよね。 PNI、 あ、本当だ、使おう。あるよあるよ、ポーチの中にずっと入れてる。あれも超かわいい。なんかね、配信になると色が見えなくなる、飛んじゃうから。ピッピッピーピッピッピー、やばい、なんか今日の服装と相まって地雷みたいになっちゃうかも。あんま地雷顔になんないんだけどね。ピンク、最近あんまさ地雷っぽいメイクとか服装とかしないようにしてるんやけど、みんな気づいてた？気づいてたっていうか、最近はそういうのをね避けていましたが、まあ今日はいいでしょう。めめピンク、パチパチ、へへへ、ピンクをちゃんと塗ったので、際に茶色をのせておかないとなんか不安になる。
いつもピンクとブラウンでメイクしちゃう。あんまさ、なんか上のアイシャドウってなんか必要なんかなって思うけどさ、なんだかんだ必要ないよね。おめめパチパチ。なんか今身の回りのもの全部ピンクになってるわ。やば、あと15分でメイク終わんないんだけど。ピエンピエンピエンアイピンク、あかりんさんのピエンアイを使っています。これもね、なんかのせすぎ注意やからちょっとだけ難しいけど、あ、これ最後にすればよかった。なんか目頭の方とか際にのせるとマジで可愛い。これ本当に本当に可愛い。メイク配信初めてしてるからね。キラキラ。あとはもう私の命、これもう一生使ってるケイトのね、マンガジェニックライナーっていうやつがあるんだけど、これでいつも涙袋を描いてるから、もうこれなかったらね生きてらんない。みんなメイク配信してんの？やっぱさ、もうどうせメイクするんやったら配信の中でやっちゃった方がなんかお得というかね、あれやからね。命、あー、生まれな、生まれた。もう涙袋ないとね生きてらんないの。ここはもう繊細な作業なので集中力を要します。できた涙袋が生き返った、生まれた。入らないからリップも塗って、もう涙袋ないと本当にね、なんか自分の顔をね直視できないの。メイク終わったみたいな感じになってるけど、アイラインとか知ってないわ。全然完成してない、まだあと4工程ぐらいある。ちょっと顔色悪すぎて、さっきにリップ塗ったけど、アイラインも命だからアイラインも引かなきゃ生きていけない。アイラインを引きましょう。アイラインもね集中力が必要となります。今度半顔メイクしよう。なんかどんぐらい変わるんか自分でも見てみたい。ことや、目ができた目ができた。アイラインもね、もうパッパッパって弾けるようになりました。インラインもちゃんと引いて、目ができましたあとはマスカラして、ハイライトとシェーディングもいつも忘れちゃう。先ハイライトしよう。マジでメイクの順番さ、もうなんか思いついた順でやっていっちゃうからさ、忘れちゃうからさ。ハイライトとか、ハイライトは忘れたことないけど、ハイライトも大事ですね。配信の時とか特になんか輝きを、個人的に一番大事にしてるのはここに全部ハイライトを入れないことです。鼻に、鼻長くなっちゃうから、この辺にもハイライトして
か眠そうな顔してる。あ、目尻にシェーディングも大事。この頬骨も削ります。シュッ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 シュ。マジでさ、メイクって難しいね。今日メイク楽しい。メイクできるあれでよかったなって思う。あと私のシェーディングの一番大事にしてることは、鼻の下に影を入れることです。なんか結構個人的なこだわりが割といっぱいある。人中が長くて、割となんかさ、メイク全然こだわりなくて分かんない人間だったんやけど、いつの間にかいろんなこだわりができてました。あと目尻もちゃんと色入れとかないと。女の子でよかったって思う時もあれば思わん時もあるけど、なんだかんだ女の子でよかったって思いますね。マジでメイクでさ顔変わるからさ、ほんまに大事。シェーディングとかしすぎちゃって、たまにさ茶色みたいななっちゃう時ある。ひなちゃんもメイク中、ひなちゃんのメイク方法知りたいな。ひなちゃんもさマジで顔綺麗やから知りたい。あとはそうよね、男性のねメイクもいっぱいあるけど、あとは多分マスカラしたら完成かな。マスカラはめんどくさいし、なくてもいけるっちゃいけるから、いつもなんか一応最後まで置いちゃう。私がこうメイクをしてる間にみんな星投げてくれたりありがとうね。よかった間に合った。もう23分だからマスカラしちゃって、ビューラーねいっぱい試したけど資生堂に落ち着きました。ビューラーもさいろんな種類あってさ、自分の面の形に合うやつとか探さないけんの大変よね。そう思った。まつげめっちゃ上げる。なんか根元しかやらない、逆にギュインってしたいから。そうなんよね、マスカラ落とすのがめんどくさくて、いつもね夜のこと考えて。全然3分じゃ終わんないよね、メイクとか。マスカラはなんかジグザグに塗るといいって聞いたので、ジグザグに塗ってます。そう、あーマスカラ大事。ヒロインメイクのマスカラはもう下地いらずだから楽ちん。ヒロインメイク、あーなんかやっとちゃんとした顔になってる。昨日もさ一日マスカラしてなかったから顔が薄かったんだよね。目もこっち、やっぱちゃんとしなあかんのよ。まあ、マスカラも眉マスカラもいつも抜いちゃうけど、やっぱ顔ちゃう？ちゃうかな？ちゃうよね。メイクしてるなんか自分のさ顔見ながら配信してるからさ、自分の顔がずっと気に入らなかったらやっぱり良くないもんね。いつもすっぴんで出ちゃうけど。伸ばして伸ばしてバチバチに伸ばして、でも下まつげめっちゃ伸びる。あ、できた。
あ、待って、できてない。下まつげにもビューラーしたいの。注意して。もうなんかさ、直そうと思ったらいくらでも直せちゃうから、一生終わんないメイクって。よし、でもひとまずこれで完成。やったねー生まれました。これでちゃんとした若ぽんになりました。生きていけるそう、やっぱメイクの大事さが改めて分かった30分でした。見て、お目目パチパチだよということで、ワカポンの出来上がり。ほんとね、うさちゃんピース。ね、みんな褒めみんなが褒めてくれるから嬉しい。やっぱりメイク大事よ。そう、すっぴんはすっぴんでね、またいろんな良さがあるけど。はーい、ありがとう。みんなが褒めてくれるから今日一日ウキウキで頑張れそうです。お話し会もね、13時からまた配信あるんだけど、どっちもお話し会の人もよろしくお願いします。じゃあちょっとランキングを読ませてもらいます。13位りょうさん、12位あきさん、11位キャベツの炒めさん、10位ライタさん、9位あかたんさん、8位ゆうがさん、7位ひさおまるさん、6位ひげなしのしゅうさん、5位こばけんさん、4位こうさん、3位あるださん、2位白ひげのしゅうさん、1位ハムカツさん。はい、皆さんありがとうございました。本当に本当に本当にメイクをしてる30分でしたが、初めてメイク配信した。いかがでしたでしょうか。このあと起きてたら髪の毛巻いて、あとでまた会いましょう。可愛いって言われると可愛くなっちゃう本当にありがとう。涙袋のやつはね、本当におすすめなので調べてみてください。安い、お安いし。次はたこ焼きをくるくるしましょうの回、たこ焼き焼き焼き配信です。やったね。そうだよ、13時から13時40分ぐらいです。またお昼過ぎにね、みんなもお昼ご飯食べながらか食べてからか、またお待ちしています。え、じゃああとちょっと何時間ありますけど、皆さん良い土曜日をお過ごしください。星とかもね、集めてくださって本当にみんなありがとうございます。ほいじゃあまたね。